神竜様、先日はご心配をおかけして。シャバを狙う賊はどうなったんですか？国から資金を出し、輸送隊に倍襲撃犯をあえて逃がし、追跡することで賊の本拠地、先ほど本拠地を壊滅させるように指示を。そうでしたか。賊とはいえ、私の指示で命を落とす者も出るかも。それでも私はこの決定、フィレネの平和を乱す者を許すことはできません。ですがセリーヌは辛い。いいえ、私には辛いと感じる資格はありません。決断を下すことや後悔の有無、そんな。神竜様は、私はフィレネを守るためなら、平和のためならば躊躇なく剣を抜き戦う。ですが心構えができているからといって、それが私の弱いところなのだと思います。弱さではなく優しさ、フィレネの民が持つ優しさだと。ありがとうございます、神竜。龍石を渡してくれた時のこと覚えてる？ごめんなさい、目覚める前のことは曖昧で。私ね、千年前一度だけ。あ、一度だけ。うん、私たちの兄弟はみんな戦争で死んでも、お姉ちゃんだけは生き残、泣いてばかりの弱くて幼い私に一緒にはいられないけど、私はあなたの味方。そうだったんですね。もう砕けちゃったけど、あの龍石はずっと、辛いことがあった日もママが死んだ龍石を見て、また会える日を夢見て。ベイル覚えてないかもしれない。あの時龍石をもらってなかったら、きっと。私こそ感謝しています。千年もの間、私もベイルがこれからはずっと一緒にいられるよね。もちろんです。ねえディアマンド。特にないなと言いたいところだが。本当？必ず私が解決するわ。この前一緒に町へ出かけて、うん、警備兵に後から聞いたことなんだが、え、民衆は王子である私に気を使って。そうだった。だからどうにか民との距離を縮めて、いかんせん方法。なんだそんな。策があるのならぜひ。私ね、とっても好きな料理があるんだ。だから私が料理を作って、それを。なるほど。食事会で人々と何気ない会話をして早速準備をしてくるわ。アイビー様、時は満ちた。余とアイビー様は今こそ友人になる時じゃ。満目症状。まだ時は満ちていなかったようじゃの。か月。むむ。私はね、人と比べて友人が少ないの。幼少時に大人の汚い姿ばかり、そんな風に育ったから、友人と呼べる存在を作れるまでにすごく時間がかかったの。アイビー様は第一王女じゃからな。その厳しい環境は容易に想像できる。だからね、花月のように言葉を交わしただけで友人になろうとする。それにこうして身分の差など気にせずに世が単純。少し前までその単純さは。だからあなたが得体の知れない存在に移った。でも今はその単純さこそ。なんと嬉しいお言葉じゃ。だから花月、私と友人になりましょう。それは誠か？わあ、これからも余たちはずーっとな
セリーヌ王女、今日もかわいい。ありがとうございます。今日こそは一緒にお茶でもどう？そろそろ交流を深め。そうですね。あらら、まだお悩み。まあ仕方ないのかな。セリーヌ王女は冒険をあまり好まないと言いましたからね。そうそう、まあそれだけではない。ほら、フィレネって農業や畜産が盛んで、それはそれで素晴らしいことだと思う。でも逆に言えば、自国だけで全てが外の人に対しては門が必要以上に硬いのか。なるほど、そう言われると少し寂しい気がしますね。いいでしょう。フィレネの民が閉じた人間ではなく、その牧歌的な生活が育むおおらかさゆえに。さすが、自国の火を王女自らが正すなんてさ。私もこの機会にフォガート王子の処世術を学ばなくても。他国の王族に取り入り、いかにして情報を。正直その一面があるのは否定しないよ。でもさ、今日は普通にお茶を楽しもうよ。それは嬉しい申し出ですね。ベイル王女、アルフレッド。そんな大粒の汗を流して、どこか具合でも悪いのかい？辛いスープを飲んでいるの。え、あもう。でもそんなに厳しい表情で。別に好きな食べ物。そうだ、アルフレッドもすっごく辛いんだから。よろしい。これはダメだ。アルフレッドの方が変な顔。勝負は私の勝ちね。いよいよ最終決戦だね。異界の扉まではこのソラネルで向かう。邪竜ソンブルの元に行けば無事で戻ってこられる保証はない。覚悟と準備はいいかい？このまま上昇すればソンブルの元に行けるんですね。必ず勝利し、共にこの大地。そうだね。マルス、これ以上は隠しきれないみたいだね。隠す。君に言っておかなければいけないことがある。異界の扉が開いたことで、僕のように実体を持たない紋章師は姿を保つことが難しい。そうだったんですか。でも異界の扉が開いているせいであれば、扉を閉めることができたらマルスたちが消えかけることもなくなるのでしょ。異界の扉は閉じる。次に異界の扉を閉めたら。どういう。この戦いが終わったら、君を除いた12の紋章師は全て消滅する。じゃあソンブルに勝ってマルスたちとはお別れ。あ、そんなことって。ずっと一緒寂しいですよ、マルス。では異界の扉を閉めることを諦めるかい？それはいいんだ。僕たちはもともとこの世界のために消えるのなら本望さ。一緒に世界を見て回る約束は叶えられそうにありませんね。すまない。謝らないでください。分かっています。それでもあの時マルスとの未来を夢見たこと。まだ叶えられる約束もあるさ。覚えているかい？目覚めた日、最後まで君の力となろう。はい。あの約束だけは必ず果たす。この戦の最後まで。マルスは優しいですね。君も優しいよ。
決して紋章師の力だけではない。ありがとう。さあ顔を上げて。はい。ここが異界の扉。とても綺麗。なぜソンブル。パパ、たどり着けぬはず。いいな、ソンブル、あなたを。ならば元いた地に戻り、扉を閉めるがよい。世界からは我がいなくなり、我は異界。ふざけないでください。再びエレオス、それにあれだけの犠牲を出した私たちがここで倒す。ほう、我の願い。違うのですか。違いはせぬ。だが家庭でしかない。ゼロ番目の紋章師との。ゼロ番目の紋章師。そんな存在であろうな。そしてソンブルが。扉の先には無数の異界がある。そこではまた別の紋章師たちが権限され、我が一族は戦に敗れ、まだ幼かった我だけは慈悲をか。異界。神たる竜がすべし争いのない世界だが、我はその時。それが我の力では意志の疎通は叶わなかったが、その逸話はただ一人で戦い、脆弱で孤独だった我はそのもののありか、ただ一人この世界に閉じ込められ。その紋章師はおそらく強大な力をもともと存在していた世界から移動なんてしたら普通は消えてしまう。異界で姿を保っていたのなら並大抵の力ではない。ですが開口を望むということは。エレオスに来て幾年が過ぎ、人間たちは我を哀れみ捨て子と思いせ、それからほどなくして異界の者と縁にしを結んだ我を見限り、その村を居合い誓ったのだ。我は一人で元いた異界に戻り復讐をするために、気の遠くなるような歳月をかけ駒を増やし。千年前の戦争は。そう。でもパパは、ママはあなたを心から愛していた。セピアもグリもマロンも。お前たちは全て駒だ。駒を。駒は処分してしまえばなかったこと。だから殺したっていうの。ひどい。紋章師は本当にあなたを見限って消えたのですか。礎の紋章師が本当に一人。追放されたあなたを心配してそばにいたけれど、この世界の存在と絆を結んだ姿を見て、あなたが誰かと絆を結ぶことを。貴様にあの紋章師の。わかりません。もういないのなら、その紋章師の真意は。ならば会いに行けばよい。ソンブル、礎の消えてしまった以上、この元になった存在に出会うことはできるかもしれないが、もしその紋章師自身に会うことは二度とできない。黙れ。あなたの無念は理解できます。自分の子さえ、世界さえも滅ぼすだなんて。黙れ。貴様らには分かる。あの者がいなければ我は何者にもなれなかった。貴様らのように群れて吠えるしかできぬ下船と違い、この我に生きる意味を。紋章師は世界の破壊は望まない。僕たちは神竜との絆に従い、世界を良くするための力をさ、それを悪しきことに使うのは見過ごせない。うるさい。貴様、やっとこの時が来た。来ます。みんな戦闘準備を。やはり歯向かうか。我の願いを阻もうとするか。愚かな我が子よ、
ならばその絆、今ここで引き裂いてくれる。みんな、何が起こったの？これより異界の扉を閉ざす。もとよりこうすればよかったのだ。次元の歪みが大きくなれば、貴様らのような脆弱な紋章師は耐えきれない。まさかこんな終わりだなんて。でも僕は、マルス、紋章師が。別れは覚悟していましたけれど、こんな形で。紋章師は消えた。もうすぐ扉は完全に閉じられる。喜び、愛しき世界の平和は守られるぞ。貴様らは帰れず、ここで死に、我の絶望を知るがよい。帰れなくなるのか。もとより死は覚悟していた。だが、すまない、ブロディウの民を。イルシオンの民に顔向けができないわね。ごめん、母さん。終わりだ。せめてこの手で楽にしてやろう。我がこの世界にいた証しごとすべて跡形もなく消し去ってくれる。させません。なんだと。諦めませんよ。扉はまだ閉まっていない。私の力で紋章師をもう一度権限します。信じてください、みんな。みんなの思いがあれば、私はそれだけで強くなれる。信じるわ、お姉ちゃん。ベイル、私もあなたに力を送る。竜になれなくても、紋章師を権限できなくても、私も竜の王族よ。私にだって何かできる。はい、僕たちも立ち上がろう。今まで何度も助けられてきたんだ。今度は僕たちが君の助けに。大丈夫です。僕なんかが信じるまでもなく、父上、そして志半ばで今さら信じろだなんて水臭いの。花はいつか開くもの。神竜様が咲き誇るために。もしダメだったら、紋章師全員分のモノマネで。神参を経て味わう勝利は甘美なのだろうな。私の神様、今度は私が姉。旅の始まりも終わりも、どうか君といさせてくれ。同じ竜として、あなたに力を。信頼か。この私が信じてるんだから、みんな戻ってくるわ。いいですね。私たちの気合でも。信じれば叶う。不思議だけれど、世の真理だ。どうか。孤爵の全ては無駄なあがきと知れ。お願いです、どうか最後にもう一度答えて、私たちとエンゲージしてください。輝け、始まりのエンブレム、マルス。守れ、響きのエンブレム、セリカ。伝えよ、聖戦のエンブレム、シグルド。解き放て、系譜のエンブレム、リーフ。立ち向かえ、封印のエンブレム、ロイン。吹き渡れ、烈火のエンブレム、リン。晴れ渡れ、セイマのエンブレム、エイリーク。戦え、双炎のエンブレム、アイク。癒せ、暁のエンブレム、ミカヤ。燃え上がれ、覚醒のエンブレム、ルキナ。吠えろ、選択のエンブレム、カムイン。教えよ、風化のエンブレム、ベレト。
そして私こそが、つなげよファイヤーエンブレム。何？13の紋章師、そして仲間たちがお相手します。この先いつは語れても構わない。二度と会えなくとも後悔はしない。ですが今この時だけはみんなで共に。それこそ風前の灯火め、消える前の光め。絆を深めるほどに絶望を深くすることに気づかぬか。己の首を絞めて何になる。絆を結んで何になる。諦めて散れ愚かな子よ。ええ、私は愚かです。愚かで弱くて考えなしで、一人では何もできない。だからみんなといるんです。みんながそばにいてくれるんです。絆が引き裂かれた時、強い絶望が生まれるというのなら、裂かれた絆をつないだ時、より強い希望だって生まれます。裂かれれば求め合う、その絆は前よりも強くなる。何度は語れ踏みにじられても、私がつなぎ直す。あなたをどこへも行かせはしない。今ここで止めてみせます。覚悟してください、邪竜ソンブル。ご注文を。幸福だよ。加減するほど甘くはない。
ンブレムエタニティ。お前か、父を忘れ神竜となると。その言葉そのままお返しします。それで許されると言ったである。我にとここを旅立ちどこかで会ったとしても、そして同じ過ちを繰り返すのだ。せっ、やっ、はっ、紋章の導きです。たがいません。選んで。
や、僕が君を守ってみせる。花は散るものよ。絶望に落とし闇の文字、この気配、ひょっとして僕らの元となったぞ。対応する紋章師がいれば有利に戦えるはずだ。今近くに行けば何か分かるかもしれない。
我が聖剣ティルフィングが反応している。貴様はまさかグランベルの聖騎士として光の戦士の末裔として。いや、また会いましたね、先人よ。だとしてももうこれ以上誰も傷つく。
せよう。つわものであった。
巡りよ。私たちの勝ちです。もう疲れてしまった。礎の紋章師のことふとした時に思い出す。あの者がいるような気がして。一人でいることを選んだのに認められたかったのかもしれぬ。ただ認識し、それは私ではダメだったのですか。そうすればこんな戦は起きなかったかもしれないのに。ザレこと。そうですか。ならばあなたは私にとって憎むべき悪。好きにしろ。迎えも慈悲も。呪文は何？礎の紋章師の呪文。すでに試したな。それでももう一度よ。ガセ、こがせ。おお、やっと。パパ？何もありません。でも、きっとただ一人、心を許した。さあ。私とエンゲージを。パパ。ソンブルは消滅しました。これでこの戦いは終わりです。そして異界のと扉が閉じ、完全に閉まれば世界は安定を取り戻し、この戦は終わり。やったね。お別れなんですね。ありがとう。素晴らしい旅だった。それは寂しいです、マルス。でも最後まで力になると、その約束を果たしてくれてありがとう。私はもっと強くなりますから。強くなったよ、君は。千年前よりもルミエルや僕たちのいないこの世界で、僕たちはここで消えてしまう。今度は君がみんなを助けてあげるんだ。はい。ばっかりじゃないわ。マルスたちの代わりにはなれないが、何かあれば。だからどうか安心して。いかんな。そりゃ寂しいよ。
泣くな。シグルド、お前たちはこれからこの世界を背負っていくの。涙を見せるなとは言わない。だがせめてシグルドの言う通りだね。最後に見る君たちの顔は。わかりました。どうやらお別れのようだ。だが会えなくなるのは寂しいですが、私素晴らしい未来を築いていってください。大丈夫、あなたたちの。平和で豊かな世界を作っていけ。ずっと祈っています。ここが一緒に戦えて楽しかったわ。あな、出会えて本当に良かった。この地が君たちの理想郷に。国と国とが手を取り合い力を合わせて行けるなら、愛を知り悲しみを知り、神竜として慈愛の心で人。もう時間だ。はい、ありがとう。もしもいつかまた会える時が来るまで覚えておいてくれ。僕たちのこと、13のエンブレムのことを。いつまでも覚えています。名前も私たちの絆はつながっています。最後まで力になってくれて。さようなら、紋章師たち。とても強かった。そばにいてくれて勇気が。この気持ちを忘れたり。さあみんな帰りましょう。
今日は私の戴冠式なんです。ついに新竜王として即位するんですよ。本当ならみんなにも晴れ姿を見てほしかったんですが、仕方ないですね。輝け、始まりのエンブレム。なんてね。
いつかまた会えるでしょうか。はあ、こんなところにいた。探したんだぞ。みんな、もう戴冠式が始まってしまうぞ。ああ、まだ着替えも終わってないのね。バレちゃいましたか。ほら早く行くよ。引っ張らないでください。アイルさん、いつかまた。君が望めば縁は何度でもつながる。その時はもう一度僕たちとエンゲージしよう。